にさ目閉じたらさめっちゃ痛いなんか染みる、染みてる、 目に染みる感覚がある。おはようございます。はい、昨日はね世代交代成功ありがとうございました。初めてねそのアフタートークっていうのをやったんですけど、マジで面白かった。どうでしたか。世代交代前後限定、平日限定で来てくださった方限定、その日に劇場にですね。何やってんのゴンマちゃん。フリートーク、フリーアフタートークだね。フリートーク、フリートーク、アフタートーク楽しかっただね。ありがとうございます。でこれからやってアフタートークをやっていくので、まあ気になるよって方はね、ぜひ世代交代前夜公演に来てくださったら、はい、アフタートークは大体10分ぐらいかな。うん、まあ、この前、昨日か、昨日は質問に答えたけど、これから先、これからはなんか自分で企画、自分たちで企画を考えたりするかもしれないらしいです。スタートがあると見合いの数字が、あ、でもあみたち9時まで行けるから大丈夫だよ。ちょっと持ってかないでよ。それでじゃあもう9時になったので、え、そう、最近そうやねんな、平日に世代交代最近全然ないやん。だからあんま、だって次 14は土曜日、日曜日かでしょ。で次は何出てるってか、メンバーわかるけど予定は出てんのか。一応でも今のところもう平日ばっかです。今のところ次の平日の予定ないからアフタートークがない。あんなパンを食べようと思います。ネギ入れてるからよかった。何パンだと思うか当ててみてください。じゃん、これなんでしょうかね。今日の ASMR で耳まがじした、あ、ごめん、ね、めっちゃ近くで袋を開けちゃった、ガサゴソしちゃった。私は声盛り上がって長引きすぎて炎症面が食べるって。え、そんな難しいでしょこれ。
でもこれ普通のパンなんですよ。普通の何々パン、もうみんな知ってる。正解はメロンパンでした。初めて食べました、これ。なんかこういう形のメロンパンらしい、ね、メロンパンなのって感じだよね。でも中ちゃんとメロンパン、クッキーの生地、これかな。ここがメロンパンで、この中もメロンパン、ここメロンパン。今さ、ごまちゃんがさ、豆がさ、遊んでたおもちゃがさ、おもちゃじゃないけどベッドの下に行っちゃってんやんか。それをベッドの上から取ろうとしてて可愛かった。で、取れないのにね。糖がめっちゃ口周りにつく大量、絶対に美味しい。てか美味しいあー喧嘩した。パンは大体メロンパンのイメージ。そうやから分かるかなって思ってん、みんな。インドネシアから来た、あなたのファンですって。ありがとうございます。ちょっとやめてください。どこもライオンキングみたいになってるし、マジで見せたいけどめっちゃライオンキングやばいめっちゃ見せたいけど制服映るからあかんな。ライオンキングすぎる。あやみの家、あやみの部屋にさ、そのジャンバーとかをかけるさ、なんか何あんねんやんか。かける、そのなんてやる、なんかわかる、みんなわかるわけないよな、これだけで。それの上に豆ちゃん、そうハンガーラックやみたいなやつに豆が乗って、でその端っこでなんか上見上げてた。まあライオンも猫かいし、わからんよ、変わらん、ライオン。これはメロンパンです。
塩バターメロンパン。あーなんか知ってる見たことあるよ。そう、新しいのにさ挑戦してみようかなって思うんだけど、結局いつもと同じやつ手に取ってんねんな。不思議、自然と。昨日の二人とか見てないありがとうございます。間違えた。さあ定番のパン食べたくなる。確かにサンドイッチとかもメロンパンとか。じゃあ仕事行ってきます。今日も俺ね頑張ってね。全然やばい。返事って泣いてる。内緒言えないことがあるの。でもエンジンなんていうの、なんか行くぞおーみたいなやつは乗ってるので見てください。今日めっちゃいい匂いする髪の毛オイル塗ったから。昨日今日じゃない、でもなんか今日はめちゃくちゃなんかいい髪の調子がまだ片付けてない。まだあるわなんかむずいよなこの季節。なんか冬服は暑いけど夏服は寒い。中間服とかをフイと一緒に入れてんねんな。麦茶正解。すごいね今の麦です。可愛いでしょ。ちなみにアメが使ってるのはこのオイルです。結構ねこれおすすめって言ってる人多いよ。 TikTok とかよ。 TikTok で髪サラサラになるオイルって調べたら大体これ出てくる。この色はねピンクやけど違うけど、ただ匂いとか色がこちらが好きだから。15分266日。すごい。基本麦、確かに配信で泣いてんの基本麦。あんま泣かんの私。泣くけど泣かん
ね、あと100来たね。暴れるのが豆で、甘えるのがごま。ごちそうさまでした。食べ、うん、美味しかった。ごまめの鳴き声まだ分からんよな。あれもあんまなかん、あの子たち。で、麦は自分の名前分かってんのやんか。だから麦って言ったらニャーって言うんだけど、あの子たち多分まだ自分の名前理解してないから、名前言っても反応してくれ。麦ちゃんは人間の食べ物食べへんねんな。ダメって思ってるのか、美味しくないって思ってるのか、どっちか分からんけど。豆ちゃんは漁りますね、食べ物を。マジでやばいよ、両方。なんか食べたあかん、なんかそもそもまずそうや、食べたあかんよな、てかそもそもまずそうやなって思ってんのかな。そう、麦はそうすごいよな。うちの麦1位やで、名前、猫の名前つけて。だってさキュッキーの中だけでさ、猫飼ってる人でさ、麦っていう名前の人、名前の猫3人おんねん。麦っていう名前の猫飼ってる人3人おんねんで、キュッキーだけ、キュッキーだけで。ん？猫？あ、ちゃうわ。え？猫やったっけ？ミサヤちゃんとあやみと、あ、リオピンとこ犬やったっけな。え、忘れたけど、3人麦はおんねん。3匹麦おんねん、休憩だけど。犬やったっけ、猫やったっけ。なんかさ、猫を飼ってたり犬飼ってたりが多いからさ、どっちがどっちか分からんくなるたまに。砂糖の上から砂糖塗ります。まあ砂糖取ったけどちゃん。なくなったから新しいの買ってもらった。なんかママとお揃いなよ、だから見分けつくためにこれ貼ってる。あゆみが使わないポケモンシール、可愛いやつは携帯のさ裏に入って。あ、リオピも猫やった。じゃあ猫や、猫3匹麦やね、多いよね。だってこよちゃんも猫飼ってるし、麦ちゃんも猫飼ってるって言うそうだ。みさえちゃんも麦飼ってる、間違えた、みさえちゃんも猫飼ってるし、あゆも猫飼ってるし、リオピは確か犬も飼ってたし、ほんでてんちゃんも猫飼ってるな。で誰がおる、あで、あみは金魚飼ってる。金魚結構おる。
で、若田はチータン飼ってるね。チータンがいるよ。大きいワンちゃんがいる。で、ヨシミスライム飼ってるな。うん、飼ってるわ。それは飼ってる。なあ、キウキって動物飼ってる子が多いから動物園になるんかな、キウキが。え、そう、アミはカニやってる。もともと。でも変わったらしい。そもそも金魚にカニってなんで名前つけたんやろ。ゆみさんかな。いや、そろそろ壇上を読みたいと思います。マジでアミコしかおらんよな、それは。ジヒーさんはカメにセバちゃん、あ、それ聞いたことある、聞いたことある。え、八期生さん犬が多い。じゃあ九期は猫が多い。そう、すごいね。そう、アミは変わった、名前がカニから。感じ読みます。どこや、あ、ここ書きます。13位トミーさん、ありがとうございます。12位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。11位タカロンさん、ありがとうございます。10位ピンモラさん、ありがとうございます。9位マスオさん、ありがとうございます。8位ジョーさん、ありがとうございます。7位、おでん屋さん、ありがとうございます。6位ロクさん、ありがとうございます。5位タカマサさん、ありがとうございます。4位ナルさん、ありがとうございます。3位よしさん、ありがとうございます。2位こうへいさん、ありがとうございます。ステージはさとくんさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではまた明日は、明日金曜日、あ、もう休みじゃん、やった。もう明後日休みか。ステッシュ明後日公演すごっ多いね最近なんか。じゃあまた明日も7時からなのでよろしくお願いします。バイバーイ。